世界の狭間に封じられてからどれだけの時が経っただろう。永劫に続くと思われた暗闇はある時突然終わりを迎えた。あるはずのないイレギュラー、起こるはずのないアクシデント。きっと我が母でさえこのような事態は想定していなかっただろう。世界そのものに歪みが生じたとしか思えない空間のきしみ。長い間封印されていた自分はようやく自由を取り戻した。最初に感じたのは歓喜。自由の身になったことも嬉しかった。闇から解放されたことも嬉しかったけれど、何より目的を果たせるのが嬉しかった。闇の中で育まれた悪星は知らず知らずのうちに大輪の花を咲かせていた。ようやくあの人を殺せる。ああけれどダメだ、焦ってはダメだ。あの人のそばにはきっとあの少女がいる。自分を生み出した母なる精霊がいる。だから毒の天使よ、我が願いを叶えておくれ。自分が何をしようと何をなそうと我が母には感知できぬようにしておくれ。それこそが自分の願い、自分の二つ目の。あれ？二つ目の願い、それは確かだけれど、おかしいな。どうも思い出せない。一つ目の願いはなんだっけ。やあシド、最後の願いは決まったかい？お、これは意外だ。てっきり今までのように迷っていると思っていたよ。そうかい、ならば余計な会話は不要だね。さあ指導の願いを教えておくれ。いかな不条理、理不尽だろうと自分が全て叶えてみせよう。それが最後の願いということでいいのかな。最後まで不思議な願いをするものだね、あなたは。
それが願い最後の？本気で言っているのかい？あなたは。これは、なんとも。こんなにもひどい願いは、ついぞ耳にしたことがないよ。悪い男だね、あなたは。だが、自分はレン、願いの奴隷、天使、サマエルを宿す精霊。それがあなたの願いなら、自分が拒絶することなどありえない。最後に聞いておこう。その願いで本当にいいのだね。いいだろう。その願い、このレンが叶えよう。ああ、あなたの願いは叶えられた。だから自分はあなたに偽ることなき本心を話そう。これまでずっと胸に秘めていたあなたへの思いを語ろう。いつか指導、自分はあなたをずっと殺したかった。さすがに自分も予想外だったよ。まさか最後にそんなバカな願いをしてくるとはね。ああ、しかしもっと前にその願いをしていたならば、自分の企みが知られてしまっていたかもしれないな。いやはや、なんとも運のない。無理はいけないよ。今あなたの持つ霊力はサマエルによって奪われているのだからね。サマエルは毒の天使、願いを叶える代償にそのものの霊力を奪い去る。あなたの場合はその身に封じた精霊たちの霊力と言った方が適当かもしれないけれどね。何にせよ、これで自分の勝ちだ。ついに、ついにこの時が来た。祈りを喰らい、命を奪い、我が目的が果たされる時が来た。自分は一体問うのが遅いのではないかな。願いを持ってそれを問うていたならば、あなたは自分の正体を知れていただろうに。まあどちらにせよ、願いを使い尽くした時点でこの結果は免れなかっただろうけれども、いかな思いに彩られた願いであろうとも、サマエルの前には等しく尊く、そして等しく意味がない。自分は憎悪より生まれし悪意の権限、人を傷つけずにはいられない生まれながらのヴィラン。偽り嘘吹き陥れ、騙し欺きそそのかす、あなたの目には自分がどんな精霊に映っていたのかな。
そうだと思う。自分は嘘で塗り固められた道化、口から吐くのは全て空虚な空言さ。自分の顔は全て仮面、自分の言葉は全て嘘。あなたが対していた自分は虚像のようなもの。自分は最初からあなたを殺したくて仕方がなかった。この後に及んでまだ現実が見えていないのかな。自分の状況を見たまえよ、シド。これは一本取られたな。だがそのような言葉遊びに付き合う気はないよ。いくら吠えたところで結末は変わらない。あなたの運命はこれを開けてしまったその時からすでに決定してしまっていたのだから。自分が封じられていた箱さ。まあ正確に言うと、世界の狭間に放り込まれた己の身を守るために天使で形成した殻のようなものだけれどね。世界の狭間に囚われ、二度と目覚めることはないだろうと思っていたが、ある時世界にわずかなほころびが生じ、自分は再びこの世界に舞い戻ることができた。一体何が起こったのかはわからないがね。ほんのわずかとはいえ、世界そのものにほころびを生じさせるなど、まさか誰かが歴史改変でもしたのかな。おや、心当たりがあるといった顔だね。まあいい、全ては終わったことだ。サマエルは毒の天使。発動と同時にある権能を有する結界を形成する。そう、ここはあらゆる願いが叶う世界。そして願いを叶えた者はサマエルに存在を奪われ消えていく。おしまいだ、シド。あなたとの日々は楽しかったよ。無論、嘘だがね。させるかっての！構える！ほう？気にしなくて。言ったでしょ、いつでもサポートできるようにしておくって。ある程度レンの事情についても引き出せたみたいだし。結果往来っていい言葉よね。じゃないの、助かったんだから。ええ、霊槽よ。指導の霊力が霊に吸われ始めた瞬間から体に霊力が戻ってきたの。
もしかしたら指導の体が異常を察知して発想を通して霊力を一部逃がしたのかもしれないわね。なるほど。精霊8人分の力を蓄えている割には流れ込んでくる霊力が少ないと思ったが、そういうことか。まあいい。重要なのは過程ではなく結果だ。今ある力でも目的をなすには十分だ。ろくに力の残っていない指導を小鳥一人でどこまで守れるかな。分かってないわね。言ったでしょ、パスを通じて霊力が戻ってきたって。なら当然。指導、何大事ないか指導。小鳥、ええ、グッドタイミングよ。というわけよ、レン、霊力が戻ったのは私一人じゃない。指導を守るのは精霊全員よ。レン、一体何のつもり？なぜ指導を襲うの？あなたは昨日まで友好的な精霊だったはず。そういう割には攻撃に躊躇がないね、折り紙。殺しはしないけれど、指導に危害を加えるつもりなら容赦はしない。これは手厳しいね。以上、退路は断たれた。どこにも逃げることはできぬぞ。説得、レンにも事情があるのでしょうが、ユズルたちも最初は訳ありでした。もう一度みんなで話し合えば解決できるはずです。ほう、かぐやとユズルも来たか。最速を歌う割には少々遅かったのではないかな。うっさいし、小鳥たちの方が場所近かっただけだし。静止、落ち着いてください。かぐや、軽い挑発に引っかかりすぎです。何にせよ、あなたたちと話したのは、そして学校で過ごしたのは、それが指導の願いだったからだ。指導が願いを全て叶え終えた以上、もはやそれをする意味はない。自分は最初から指導とあなたたち精霊を破滅させることを目論んでいた。わかるかい、自分はあなたたちとはそもそもあり方から異なっているのさ。別種の生物と言ってもいい。同じ価値観を持って説得にかかるにはいささか向かない相手ではないかね。そんなことありません。そうだよ、レンちゃんあんなに楽しそうだったじゃない。ちょっと見ない間にグレちゃって、もう吉野のウサギパンチで目を覚ましてあげるんだから。なんか呼ばれたから来てみたけど、もしかしなくてもヤバいやつ？ダーリン、愛しのミクが参上ですよ。うん、もうそれにしてもミ
まあ見ればわかる。納得。指導はよく選択肢を間違えてまずい状況に追い込まれることがありますからね。慣れっこです。パスカラ霊力を逃がしていたのは予想外だった。しかしそれが一体どうしたというのかな。8人の霊力の大部分は自分の手の中にある。それにあなたたちはまだ分かっていない。資源の精霊の憎悪と嘆きから生まれたこの悪逆の精霊の力を。ここは全ての願いが叶う世界。そしてそれは同時にここがサマエルの支配下であることを示してもいる。8人分もの精霊の霊力有用に使わせてもらおうじゃないか。サマエル！